そのあたりの今日のゲームも課題ですね。とにかく2巡目、3巡目ボールに慣れたときにどれだけバッターに対してボールを散らせるかですね。ということでしょうね、はい、ソフトバンク戦が1勝1敗という成績ですが、川崎打ってどうか、いやー岡田のファインプレー、よく追いつきましたね。まあ、これはね素晴らしいプレーですね。まあこの岡田自体もね、まあこのカードセンターね、オーバーのフライっていうのもねあったんですけど、はい、まあこういう意味でもね、素晴らしいファインプレーですね。落下点に対してやっぱ一直線ですよね。ジャンプ一番、小さな体を伸ばしました岡田。